ゴールデンウィーク期間中に中部国際空港を発着する旅客便の予約状況が発表されました。国際線の予約者数は10万950人で、去年に比べおよそ 1.8 倍になる見通しです。ただ、コロナ禍前の2019年と比べると半数の水準です。行き先で最も多いのは台湾、香港で1万5882人、次いで韓国、東南アジアとなっています。国内線の予約者数は全日空で7万145人、日本航空で3万1042人となっていて、ともに去年と同じ水準となりました。出発のピークは国際線、国内線ともに27日となる見込みです。